久保さん、最近僕はお金貸してくれって一切言われないですね <laughs>。お金貸してくれとは言わないですね <laughs>。言われないですね。まあ言われまして貸しましたけど、まあ書いてこなかったっていうね <laughs>、ありますけど。まあ仮に言われたとしても300、300%いや1億貸さないですね。多分これはね、誰が来ても貸さないですね。 ただこれまあ、身内とかだったら分かんないですね。身内。まあ、親がね、困ってるとかだったらそれは分かんないけども、血が繋がってない他人、赤の他人から言われたら、多分ほぼか断りますね。ただ、久保さんが言う通り、そのビジネス、まあ、こういうことを一緒にや,やっていけませんかと。あそういう話であるならば、あのー、まあ、その話の内容によってはね、載ってもいいですけども。 要はなんかその作ろうとする、う意思ですよね。うん。借りるって,って、あのー、まあ僕はビジネスを教えてますから、いかにその価値を提供する商品を売ってもらうっていうことをやってるんで、まあ逆に僕のことを理解してないですよね。それを言ってくるんだったらね。まあ久保さんも言ってましたけど。うーん。そう。 やっぱね、あとね、そうなんですよ。そのお金を返してもらう労力がね、これがね、やっぱ僕は体験して思ったのが、やっぱその帰ってこなかった時の精神的なあれだったりとか、返してくださいよっていうの嫌だし、まあ、言わなかったですけどね。一回だからその100万円貸して、まあその期日、まあこの日に振り込みますっていう振り込み日に振り込まれてなかったんで、振り込まれてないんですけど、ど っていう連絡は一回しましたけど、で、その後ね、あのー、全く連絡してないです。あーもう無理だなと思いましたね。悟りましたね。<laughs> 無理だなっていう。その後、一切、あの、なんでまだ返してくれないんですかなんでまだ返してくれないんですかなんでまだ返してくれないんですかっては一度も言ってないですね。その振り込み日に入ってなかったから一回だけ言いましたけど、その後、悟りました。あ、無理だと。<laughs> これは返ってこないなって。<laughs> でも諦めて、もうすぐ自分の商品売りましたからね。まああれ売れてよかったですね。売れなかったら僕死んでましたね。<laughs> そう。うん。だからまあ、あのー、まあお金を作ろうとする努力ですよね。うん。自分でその稼いでいくっていう。うん。だからまあお金を借りるんだったら、あの、アコムとか消費者金融ですよね。 うん、そういうところ借りればいいと思いますよ。で、それでも回らないんだったら、まあ、あの、回るしかないですけどね。うん。いや、だからね、僕もね、なんで貸したかっていうと、やっぱお金が僕もね、いろんな大変な思いしたんで、やっぱ気持ちはわかるんですよ。めちゃくちゃ痛いほどわかる。そのキャッシュが足りてない、ホキャッシュが回ってないっていう気持ちは、めちゃくちゃ痛いほどわかるんで、 ただ痛いほど分かった上、分かったからか、貸した結果、そういう体験をしたんで、あ、返してもらう精神的なあれってすごいんだなっていう。まあ普通に約束通りにね、振り込まれてれば別に何も,何もないんですけど、振り込まれてなかった時のあれがね、うん、その人に対する思いだったり気持ちっていうのが、やっぱもう全、もう,もう180度変わるんで、やっぱ。 うんやっぱ今までお世話になってたからっていうのもあって貸しましたけどもうそれ以来180度変わりましたからねその人に対してのもうまあ僕はなんかそのね貸す時僕3時間か4時間はファミレス深夜深夜のファミレスですよで僕もお金に余裕なかったんでその100万っていうのはまあ借金用に用意してたお金で貸す時もねいや いろいろ聞いて、聞いても、でも自分もこういう状況でポンって貸せないわけですよ。いろいろ聞いて、聞いて、聞いて、で、本当にお願いしますよと。本当にこう、帰ってこなかったら僕もやばいんで、と。ただ、ま,あそまだ、そこまで言うんだったら、そこまで言うんだったら、ま、お世話になってるんでいいですよと。その代わり絶対約束守ってくださいね、みたいな感じで貸したんですけど。だからもう、戻ってこなかった時のあのね、なんだろうな、もうなんか裏切られたというか、そのメッセージが来なかったのが、 トラウマというかね、なんかもう多分一生忘れないでしょうね。メッセージ一通も送ってこなかった。でも、まあ今思うと、まあそのメッセージを送れるほどの、まあ余力、うーまあいろいろ、まあ、あ,あ、後から聞いたら、そのね、いろんな人からつまんでたみたいで、うん、まあねうん、まあそれぐらいの、まあ、一通のメッセージもない、えー まあ、それぐらいの男なのかなっていう自分を誘ったし、本当に大切な人だったら、うん、いや、僕だったらですよ、一通ぐらい、なんか、なんでもいいんでご、ごめんなさいでもちょっと遅れてますとか、なんでもいいんで、その、僕だったら、借りてる、そこまでして借りたわけですから、なんかその気持ち、 ある、僕は、まあわかんないですね。それは何とも言えないんですけど、まあ一通ぐらい、な、なんかその、詫びじゃないですけども、約束破ってんだから、そこはなんかメッセージ一通でもね、電話一本でも、電話もできないんだったら LINE、LINE でちょっとでもいいんで、なんかそれ欲しかったなと。でも今思うと、その一通の、じゃあメッセージがあったら、あったで、また違うね、たった一通かみたいなね。 謝罪。なんか、あ、あ、謝ればそれで済むのか、みたいな、なってただろうし、まあ、それは結果論なんで、どういう、その後、僕がどうなったかわかんないですけど、一応、僕が思ったのはそんな感じですね。メッセージが来なかったっていうのはね。そう、みたいなね。それを体験したから、僕はかさない。だそれをね、そのリスクがあるんで貸し,貸したくないですね。うん、人の目が変わっちゃう。うん。 何も貸したくないですね。うん。だからもしそういう人がいるならば、えビジネスじゃあ一緒にやりますっていう、まあ本当にお世話になってて、なんかその、違う形で助けられないかっていう提案ですよね。はしますけど。うん。な逆になんかいろんな、まあそれ以外にもね、まあ僕自身も借金でいろいろと苦しいんで、今は返済してあれですけど、 うんなんかそういう目にもあったし、自分自身も借金2000万ぐらいあって、毎月の支払いきつかったし、だからまあ自分で本当に稼がないといけないなっていう、なんか、まあ自分を自分で守るじゃないですけど、稼ぐっていうことは責めではなく、守りなんじゃないかなと思いますね。なんか稼ぐっていうのは夢を叶えるみたいな結構あると思うんですけど、なんかその守るっていう、稼ぐということは守ることであると。 うん、そう。い,いってらっしゃい。